剣道部だったんですか？あ、そう、剣道部だったの。剣道部？みんな部活入ってた？え、自分たちがってこと？うん。入ってた。私は中高6年間機械体操部。あ、へぇー。に入ってた。部活動で好きな人とかおらんかったの？部活の、その部内でってこと？うん、まあそっか。うん。私、部内はないけど、その、もともと私の学校の体育館をこう半分分けして、こっち側は機械体操部、こっち側はバレー部みたいな風に使い方をしてたから、で、あの、バレー部の先輩はすごいなんか、好きっていう感じよりかもなんか、ナム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 っていう感じの憧れの先輩みたいなのは、へぇー。めっちゃいいそれ。顔面拝みに行こうみたいな。でもなんか、そう、最初はその、なんか、こっちは一方的に知ってるみたいな感じの感覚だったんだけど、なんか、ある時、なんか、挨拶をしてくれるようになって、あら。で、なんか、挨拶するようになって、連絡先交換して、あら。なんか、そう、徐々に徐々に。好きじゃん。すごい。懐かしい。どうだったの、その先輩と。え？その先輩とどうなったの？うん、まあ、一応、付き合って。もう、食べちゃう。全然付き合ってるじゃん。何その、なんか、甘い思い出だったみたいなやつじゃないじゃん。憧れとか言ってたから。ね、なんか私と同じくさ、切ない恋心だったみたいな話かと思ったら。全然付き合ってるじゃん。本当には。すごっ。恥ずかしい。狙った獲物は逃がさないタイプですか？え？全然逃しちゃうことが多いけど、めちゃくちゃ諦めは悪いかもしれない。すごい。思ったら多分、しばらくグワーって感じかもしれない。相手に彼女がいたりしたらどうなるの？え、でもそれは、なんか、その同性、なんか、彼女がいたら自分がもし思ってても、もし向こうからそういう好意的ななんかがあっても、なんか、うん、あ、使われてるだけだろうなってなるから、多分それは。まあ、彼女がいるのに、みたいな、うん。そうそうそう。なんかそれはそれ、ちょっと変なプライドが働いちゃって、そうはならんぞ、私は、ってなっちゃうから。へ、うん、うん。かなぁ。でも、いいね。今すごい良かった、今の話。えやちゃん、部活入ってたの？いや、私、中学校の時は、その、部活、一応、行ってたんですけど、あの、週一の、あの、書道部。書道部やってて、高校は、まあ、演劇部。あ、そっか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 。部内恋愛とかはもう全然ほとんどなかったですね。へえ。私高校生の時先生が好きで。漫画やん。いや、聞かせて聞かせて。高校 1年生の時に、うん、自分のクラスの担当世界史の、うん、担当だった先生が、当時25、6とか。え、若いんだね。20、はい。えなちゃんは何歳だっけ？当時16とかですね。16、17。10個上くらいとか。ほぼ10個上くらいの先生が、すごいその授業を受けるたびになんかすごい、好きになっちゃって、かわいい。どういうきっかけだったか分かんないけど、でも1年生の6月ぐらいにはもうすごい本当に好きになってて、6月ってめっちゃあれじゃない？じゃあ4、5、6でってこと？レースですね。好きで、うん、もうその世界史の勉強を頑張ることしかできなかった。かわいい。
手曲げめちゃくちゃかわいい。かわいい、食べる食べるあの、誰よりも一生懸命授業受けて、誰よりもノートに細かく書いて、うん、誰よりもいい点数取るってことでしか自分アピールできないっていうか、なんか意味ないことかもしれんけどさ、やれることがない時あるよね、なんか。うーん、いやでも褒められたかった、語彙力がない私のまあでも褒め、印象に残る生徒にでありたかったっていう。あー、なるほどね。そのみんな生徒としてしか見てないにしても、うん、その一人のそこでってこういう生徒っていう。あー、手投げめっちゃいい。え、その先生とはさ、その実際に何かがあったの？わかんないけど、ないにしてもさ、なんかちょっと嬉しかったこととかないの？たた例えばなんか頑張ったなみたいな、ないか。いや、なんか授業あの結構そのもう6月からずっと好きで、うん、その2月になって、あのバレンタインの時期になって、うん、いや、まあみんな結構ここ女子高生ってその先生に「はい、あげる」みたいな感じでチョコ渡したりするじゃないですか。めっちゃわかる、するんだ。うん、は結構そういう感じだったんで、うん、まあ、せっかくだから渡したいなって思って。確かに。でも甘いもの好きかどうか分かんなくて、うーん、だからすごいどうしようって思ってて、バレンタインの1週間前くらいに授業終わってからすっごい緊張したんですけど、 あのすいませんって先生呼び止めて、何って言われて、うん、あの甘いものはお嫌いですかって聞いたの。マジ聞き方かわいい。お嫌いですかって、お甘いものはお嫌いですかって聞いたら、ちょっと考えて、うん、考えてパッてこっち見て、好きだよって言ったんですよ。それはさ、ちょっとさ、わざとだよね、絶対。うん、先生はさ、え、だってその間の間にさ、バレンタインのことがよぎってるよね、絶対。甘い、今、いつ、2月、え、な、みたいなさ。いや、なんか、すごい、ま、雷落ちたぐらいびっくりしてドラーンって。いや、でも、破壊力半端なくない？その好きだよの一言だけど、その考えてさ、振り返って好きだよって。うん、甘いものが、主語は甘いものだけど、でも 目を見て好きだよって言われちゃったから、まあ、ドーンってやっちゃって。ちょっと先生、え、あげたん？じゃあゴディバあげました。おわ、わかりやすい。急にわかりやすいように。え、お返しって返ってきた？先生から。返しはでもそのくれた子みんなに。ああ、じゃあみんな同じもの。あ、まあそっか、はい、そうだよな。まあ確かにね、禁断みたいなのが始まっちゃうね。いや、そうですね、怒られちゃうんで先生の立場も。でもね、ちょっとね、キュンってきちゃうよね、そんなんされたら、うん、だって好き、先生だとしてもこっちはね、好きな人だもんね。先生とかどうか関係なしで好きな人だもんね。こっちから見ればそうですよね。うん、そうそう。へぇ、いいな。なんか甘酸っぱい。いいな、先生。